Hello everyone and welcome to Let's Play Sword Art Online vs Excel World, but Excel World vs Sword Art Online part 17? I'm gonna say 17. さて、未来に行く方法か。ねえ、キリト君。私、ちょっと考えがあるの。ペルソナバベルは許せない。ユイちゃんを消滅させて、この世界にエネミーを送り込んで。私たちが楽しく遊ぶ VRMMO の中をめちゃくちゃにした。でも彼女がやることって基本的にゲームの枠から外れていないと思うの。ゲームの枠ですか？うん、だってそうでしょ。バベルの塔だってバベルが用意したのなら封印して解除できないようにすればいいのに、オーブっていう鍵となるものを用意していたし、そもそもこのスバルトエリアだって封印したままにしておけばよかったのに、そうしなかった。ユイ消滅を GM コンソールを使って行ったあたり、ゲームから外れたことができないのかもしれないな。うん、そう。きっと彼女はカーディナル以上のことができないんだよ。私たちを攻撃することすらできない。だから七王のコピーを作って召喚したり、負の真意技で負荷をかけたりしたんだと思う。だから今回の事態もそう。きっと解決策はこの世界のどこかにある、そう思うの。なるほど。漠然としちゃいるが理屈は通ってるな。私にも一つ方針がある。バベルの塔に虚無という属性があったこと、ベルにシトロンコールという技があること、仮想世界内での時間移動が必要とされていること、おそらく解決するための秘策は私たちバーストリンカーが鍵を握っている。確かに私が知る限り時間を行ったり来たりするなんてものは ALO では聞いたことありません。そうね。この異変にカーディナルが順応しているのなら、ブレインバースト側の特性を持ったアイテムや技が誕生してもおかしくはないわね。そう。そして今一番可能性があるのがあのレジェンド級エネミー。奴らがこの世界に来たこと、何か意味がある。なあ、それは俺も思う。むしろこの事態をどうにかするためにカーディナルが呼びつけたくらいに考えてる。未来のストレイも気になることを言ってたしな。何かを倒せと。でもあいつら絶対に勝てるわけありませんよ。そこは春雪君に同意だな。正直フロムディザスターよりも格上の相手だ。そんなになのか。でも最終的にはあのエネミーと対峙しなくちゃならない、そんな気がするよ。そうだな。よし、今のアスネやパドの意見を参考にしながら一旦落ち着いて対策を考えよう。はい、何か見落としがあるかもしれませんしね。そうだな。8つ目のオーブも手に入ったことだし、どこか行ける場所が増えているのかもしれない。よし、じゃあバベルとの延長戦気合い入れていこうぜ。 Right, it's at this point in the game that I think most people get lost. Not this part, obviously. That's pretty simple. So I'm gonna go to town. No, I'm not. Okay, I'm gonna be honest. You can probably hear me clicking my mouse about. I have a guide up because I didn't remember what to do. Like, okay. Like, legitimately, I have no idea what I'm exactly meant to do for this part. So I decided to look up a guide, because I am a cheat. You have to go to the second area. But first we shall see what's going on in town. I have email. Santa? Okay, I don't need to do that, so...
You want to talk to Hariyuki, don't you? Okay. I'll probably do that now, actually. It'd be more fun than... Is there one for Kirito as well? There's something. Yeah, this must be the Kirito one. We can do that. Sugu, どうしたんだ?今日蜂蜜買うの忘れてた。蜂蜜?ああ、リアルの話か。ああ、失敗したな、もう。別に蜂蜜くらいいいじゃないか。明日買えばいいだろ。嫌だよ。私が毎朝トーストに塗ってるの、お兄ちゃん知ってるでしょ?あれを食べないと一日元気が出ないんだよ。一日くらい我慢すれば。いや!お前は子供か。今からちょっと付き合って。ん?どうした？さっき画像付きのメッセージをもらったんだけど、その画像の場所ですごく美味しい蜂蜜が採取できるの、取りに行こうよ。明日現実で食べられないならせめてこっちでたらふく食べておかなきゃ。画像付きのメッセージ、誰からもらったんだ？それがね、差出人がわかんないんだよ。草原フィールドをバックに大きな石板、レリーフが載ってる画像が添付されてただけ。何？ん？どうしたの、お兄ちゃん？すぐ、ちょっとその画像を見せてくれ。ここが例の画像の場所か。うん、そうだよ。やっぱり小妖精のレリーフ。確かにお兄ちゃんが言ってた通りだね。かたどってある姿がゆいちゃんに似てるだな。でも差出人不明のメッセージがお兄ちゃんの次に私に送られてくるなんて、どういうことなんだろう。わからない。だが俺はこの正体不明のクエストが小妖精の謎を探る鍵になってるんじゃないかって思うんだ。そうなんだ。うん、わかった。私もできるだけ協力するよ。でもその前にここで蜂蜜採取もさせてよね。ああ、わかったよ。とりあえずはこの周辺を探ってみよう。うん。うん、honey. Didn't realize that Leaf had such a honey thing, a thing for honey. Boop. This is the one where you have to investigate the trees. I remember this one. Boop.Is the one here? Doesn't look like it. This one's not too bad. Oh, I pressed the wrong button. There's a chest. Got it. Got them all. Oi, もうそろそろ蜂蜜はいいんじゃないか?うん、そうだね。この辺りであんまり取っちゃうと危ないらしいし。あ、そうなのか。なんかね、強いモンスターが襲ってくるんだって。すぐ気をつけろ。わあ、出てきた。なんだか怒ってるみたいだ。すぐ、蜂蜜取りすぎたんじゃないか。なんでそうなるの。もしくはリソースを独占しすぎて警告イベントが発生したとか。もうお兄ちゃん、考察は後回し。襲ってくるよ。 I hate this enemy type so much. Cause it just doesn't sit still.Do I have Kirito's other debuffs yet? I can't remember, it's been a while since I played. Absolutely not, that would be too appropriate. Not appropriate, but too, you know, fortunate. Fortunate is a good word. Let's go with fortunate.
Ow. It's alright, you've took massive damage. Only level 280? I've been fighting level 300s. Damn. Ow. You got no chance, man. Oh, this is gonna be it. Yes. Easy boss. Kirito's leveling up in the world. He didn't get any abilities though, because that would be too cool. Such a shame. I want them debuffs. なあ、そうみたいだ。 討伐報酬を手に入れたぞ。ん？これは。それって、小妖精と何か関係があるアイテムってこと？ああ、そうかもしれない。そうか、こいつを倒せば手に入るフラグになってたんだな。やったね、お兄ちゃん。 いや、これはもし自爆した。うわ、まさか最後に自爆するなんて。すぐ大丈夫か。爆発に巻き込まれたのに HP も減ってないよ。そういえばそうだな。 うわっ！どうしたの、お兄ちゃん？すぐ、お前、なんつう格好！え？うわあ！何よこれ！なるほど、あいつが最後に放った自爆技は装備の耐久値を下げる効果があったのか。 おお、すまん。わあ、もう蜂蜜取りたかっただけなのに、どうしてこんなことになるのよ。すぐが欲張って取りすぎたせいだぞ、きっと。なんでそういう理屈になるのよ。だって俺の装備は無事だからな。きっとあのモンスターはお前に対して怒ってたんじゃないか。 Please don't ban me for lewd. Too lewd this game is. Oh, there's a second one. Is this? I guess this is the Kirito one. I guess we'll do this one. Oh, Shino, 先に来てたんだな。 遅いわよ、 Kirito. まったく。 呼び出しておいてあんたが遅れるってどういう了見なの？すまん。まあいいわ、こっちもまだ調べ尽くしたわけじゃないし。しかしすごい本の量だな。そこら中の書庫からいろんな文献を集めてきたのよ。アルブヘイムは巨像の世界、歴史なんてありはしないけど、世界観や状況設定が数多く用意されてるわ。なあ、 これも全部カーディナルが自動で作り上げたって言うんだから大したもんだよな。そうね、キリトが今回必要としていた小妖精についても記述は残っていたわ。あ、本当か。え、小妖精、つまりピクシーとは妖精という用語がついてはいるものの、私たちのような 9つの種族の妖精とは存在自体が大きく異なるらしいわ。存在が異なる？ええ、この世界にはアルブヘイムの地上で勢力争いをする妖精以外の存在がいくつかいるでしょ。ああ、大型クエストとかに登場する NPC の巨人族とか
親族とかだろ。みんな北欧神話をベースにしてるよな。そう、ピクシーというのはどちらかというとそっちに近いみたい。天上に住まう神々の使い、もしくはこの地上の自然の化身として存在する精霊、そんな感じかしら。精霊。今回キリトが2つ集めたっていう小妖精のアイテムもその設定と関連してるのかもね。なるほど。それともう一つ、文献の中で興味深い話を見つけたわ。なんだ。これよ。随分と古めかしい本だな。ここに小妖精たちが住んでいたって場所が記されているの。何？ここがピクシーたちが住んでいた場所。そうらしいわね。おそらく文献によるとピクシーが暮らしていたのは相当昔みたいよ。つまりここは当時のピクシーたちが誇ったという映画の慣れの果て。ピクシーは滅びてしまったのか。そういう表現で書かれていたってだけよ。ピクシーたちは昔はもっと大勢いて隆盛を極めていたって。それ以上はわからないわ。Okay, well, much like every other dungeon, just gonna fly through it. Unless I see like jellies. Damn it, they drop stuff I want, so I see a jelly, I'm gonna kill it. Ow. Stop it. Come on, jellies, cooperate, damn it.Please cooperate. I want that chest. おお、宝箱があるぞ。とんでもない掘り出し物が出るんじゃないかって、ちょっとワクワクするな。お宝目当てで来たんじゃないのよ、まったく。ずいぶん古い本だな。ああ。どれも貴重な文献ね。大事に保管されてたみたいだけど、残念ながらほとんど朽ちてしまってるわ。そうか。待って、こっちの本はまだかろうじて原型を保ってるわ。読めそうか。コノルド語ってやつね。自信がないけどちょっと挑戦してみるわ。翻訳に時間がかかって片言になっても笑わないでね。ああ、もちろんさ。頼む。この領地へと逃げ延びた我々ピクシー一族は、天上へと帰ることもできず、ここで生きていくことを決めた。逃げ延びた？散り散りになった者たちは無事だろうか。だが彼らを心配する余裕すら我々にはなかった。なぜなら我々の存在を消そうとする世界の闇が今も打滑のごとくここへにじり寄ってきているからだ。世界の闇？なんだそれは。おそらく我々は近い将来滅亡の時を迎えるであろう。たとえわずかでも世界の闇による脅威を逃れ、ピクシーとしての生き様を後世に伝える者がいてくれることを願うのみである。以上よ。ピクシーたちはその世界の闇って奴らに滅ぼされた？その生き残りが、ユイなのか？ユイちゃんは SAO からコンバートした存在だから、あくまで ALO の設定としてのピクシーがそういう扱いってことでしょうね。
それに今の言い方だと、全てのピクシーがここに逃げてきたわけじゃないみたいだな。そうね。いずれにしても、これだけじゃ全部わかったとは言えないわね。確かに。When I thought, saw the chest, I thought it was gonna be like a cool item because of the silver chest. Turns out it was just, you know, plot related shenanigans. I gotta go this way. Excuse me. Oh, wait. Aha! I have speed up. Look at me now. I'm moving at a slightly faster pace. There's a teleporter. Should have grabbed that chest, but oh well. Where am I? Is that the beginning of the dungeon? Wait. I'm so lost. I'm so confused. I want to kill you, though. Damn it. Come on. Give me stuff. Anyway, I will cut back when I have got to wherever I need to go. あいつはこのダンジョンのボスモンスターみたいね。あいつがもしかして世界の闇ってやつなのか。さすがにそれは違うんじゃないかしら。このボスが弱そうとまでは言わないけど、さすがに世界の闇って名乗るほどの風格は感じないわ。まあそうだな。おっ、ご機嫌を損ねたみたいだ。シノンが風格ないとか言うからだぞ。あんた人のせいにしないでよ。どちらにしろ倒しておかないとダメそうだな。ええ、おしゃべりはこれくらいにしましょう。バトル開始よ。 OK dude, off screen found a green chest that had 30 jelly drops in it, so I'm gonna be upgrading some several characters. It's gonna be great. They're gonna be doing like moderately more damage, which, and that moderately more damage will only increase as they level up, so that's good. Missed it. I'm stuck. That didn't seem very fair. Oh, you are dead. You are dead. Get crossed, man. You just got crossed out. Kirito didn't even get to the next, like, level segment. That is how bad he was. How do you sheath weapons? R1? I can't remember. 無事に倒せたわね。何か報酬あった？ああ、例の商用性シリーズの装備品みたいだ。これまでに同じ系統の装備品を2つ手に入れてるのよね。ああ、あといくつあるんだろうな。キリト、この地で滅びたっていうピクシーたちのことがまだ気になるのね。エールを盛り上げるためのただの状況設定ならそれで構わないんだが、どうもそれだけじゃないような気がしてな。とりあえず町に戻りましょうか。おそらくここにこれ以上とどまっても得るものはないだろうし。そうだな。さて、また調べ物の続きをするのか？ええ、どっかの誰かさんが消化不良のままだからね。シノ、ありがとう。別に私も気になるからそうしてるだけよ。それにしてもシノはなんでメガネしてるんだ？ VRMMO だとメガネしても意味はないだろ。むしろシノは血統 C だし、視力はダントツでいいと思うんだけど。そうね、中にはフルダイブ適性が低くて遠近感が損なわれる人もいるみたいだけど、
私はおかげさまでこの世界で視力は相当いい方だと思うわ。じゃあなんで？現実の私を知ってるでしょ。こうしてアクセサリーのメガネをしてた方が集中できる気がするのよ。なるほど、験担ぎみたいなもんか。そういうこと。じゃあもう少し調べてみるわ。何か分かったら連絡するから。なあ、よろしく頼むぜ。 I just got another email from Kirito to Asuna. Well, that, as like fun as that sounds. Wait, what is that?That's Asuna over there. So is this a... Oh no, I've got like all of the Kirito quests. All mine. Okay, well. Let's call this an episode, I think. After we save the game. You know what, let's make around the part. How do I remove? Like that. Yeah, and then we can put them back together at some point. But anyway, save.There we go. I have been the Sandyman. This has been Let's Play Excel vs. Sword Online. On the next episode, we'll probably try and finish up the side episodes around here so we can get back to the main game. See you then.